桂元澄は、戦国時代の武将、毛利氏の家臣、秋国桂城主、上桜尾上主、父は桂広ラ住。明王九年、毛利氏家臣の桂広ラ住の着難として生まれた。大英二年に、一族の坂工事が失脚した前後に、父、広住から家督を譲られたようで、翌大英三年に、天骨根久が、鏡山城を攻めた際には、 鏡山城主、倉田不祖信の叔父である、倉田信名を寝返らせている。同年に、毛利元成が、毛利家への家督を相続した際には、15人の宿老の一人として、貴重文に署名している。大栄4年、叔父の坂公衆が元成の弟の愛愛元綱を、要して、元成に無本を起こした際、公衆の実刑であった父の広積は責任を取って、自害した。 元清自身も、父と共に自陣をしようとするが、主君元成に止められ、その後は元成の家臣として仕えた。協力5年7月13日の毛利子家臣団32名が、互いの利害調整を元成に要請した、連書記将軍では3番目に、桂西門サの城元清と署名している。工事元年の五福島の戦いでは、当春方に偽の内容書を送って、 当軍を五福島におびき寄せるという軍港を挙げた。以後、桜を上司として、五福島と20日市周辺の支配と管理に当たった。生涯を通して、元成の中心であり、天文15年の元成の隠居後、あるいは正式に家督が、毛利龍元に譲り渡された。工事3年以後も、小玉成田田と共に元成派の立場をとり、龍元の武行人である。 赤川元康らとはたびたび対立している。桂ツ元澄夫妻の墓7月5日に死去、去年70。墓は広島県廿日市市の道雲寺にあり、廿日市市の指定史跡となっている。なお、元清の子孫を中心に、桂一族は、江戸時代には、宿り木組にや、大組十二や、他に、長府藩と、宇田毛都市への過労に、諸子家があり判明した。 また、子孫としては、明治時代の政治家である、木戸孝義、桂太郎がいる。ありがとうございます。